タウタウ干渉の一タウ干渉は、南西太平洋の小さな干渉。タクウモーテロックやマークイーミアイランズとしても知られ、タクウの表記からタクウともされる。パプアニューギニアのブーゲンビル州に属している。タウは、ブーゲンビル州首都ケータの北東 250km ほど、南位4度45分、統計157度2分の位置に存在する。ロメートルほど東に抜く。 マヌカョウやオントンジャワ干ウが1 6 0トルほど西にカートレット干ウが存在する。干ウ東部に13島、北西に1島の島が存在する。最大の島であるタウー島は東部の南端に存在し、住民のほとんどがこの島に住むが、いくらかの住民は近郊の抜くトアにも居住している。干渉内の島々は海抜が低く、 満潮時にはほぼ1メートルほどになる。タウの住民や島を訪れた人類学者で、オークランド大学教授のリチャード・モイルは海面上昇に注目している。これは公表されている年20センチメートルよりもはるかに低い。2008年11月から12月に干渉を訪れた科学者のスコット・スミザースとジョン・ハンターは、地殻活動による沈降は見られないとしている。 干渉は、しばらくの間物理的に持続される可能性が高いが、明白な気候変動に関連した事柄にや、政治状況に由来する、様々な問題によって、タウの住民の生活は難しくなっている。リチャード・モイルは、気候変動によって、最終的には、干渉の生命を維持する能力が消滅すると予測している。ジョアンナ・ワネは、 パプアニューギニアのよそに住むタウー住民は彼らができるだけのことを講じているが単一の最低住場所がないためタウーが地域社会としての機能を維持できないと考えているこの島にはポリネシアに由来する400名の住民が住んでいるタウーはポリネシアントライアングルの外縁に位置する域外ポリネシアの文化に属しているタウーの人々は伝統的に 先祖伝来の監修と宗教施設の保持に重きを置いている。タウーを外部の影響から守るために、アリキはキリスト教の宣教師を25年間にわたって追放した。当時、4人の研究者のみが諸島内での滞在を許可された。この追放は、パプアニューギニアの本土に住んで学んだ若い島民がタウーに戻ったため、ここ5年で解除された。 教会は現在ではヌクトアにも存在する。2006年から映画制作者のブライア・マーチとリンコリーなどが鑑賞2度、訪れ、住民の生活と文化を記録したドキュメンタリーを制作し、鑑賞の現状が悪化したバイブルゲンビル島本土に地域社会を再配置することの可能性を検証した。2008年の2度目の撮影には科学者のスコット・スミザースとジョン・ハンターも訪問した。 タウーでは伝統的な生活様式が今日でも続いている。島内ではかやぶき屋根の建物がそれぞれの日差しが触れ合うほど近い混雑した通りに立っている。ここヤ市以外の島内の樹木は少なく、通りは葬式式典のために使われるマラエとして機能する。音楽は今だタウーでの生活の基礎となっている。長い間の孤立のため多くの先住民族の歌、物語、 踊りなどが生き残っている。多くの歌の年代は19世紀半ばに発生した欧州人との開校以前に遡ることができる。この歌は島から島への航海の内容を伝えており、また、ジョアンナワネはダンスパフォーマンスが1週間のうち20から30時間を埋めるとしている。多くの歌は共同で生産活動を行う大家族の結びつきや、 移住の時代の先祖で結びついた人々などの良好な関係を祝うものである。ヌクトアの村、2000年、ハミッシュマクドナルド撮影タウーの住民は、ポリネシア語を用い、ポリネシア諸語の近年の分類では、タウー語は、ヌクオロ語、カピンガマランギ語、ヌク、リア語、ヌク、マヌ語、ルアンギウア語、シカヤナ語などとともに、エリス諸語派に分類されている。20世紀の分類ではサモア、 域きポリネシア語群に分類されていた。タウウッカン症を脅かす高潮現地の制御は農業と漁業に依存しているが、近年では食用植物の栽培は淡水が海水によって汚染されているためより困難になっている。いくつかの伝統的タロイモ畑は満潮時に海水が流れ込んだことで作物が壊滅している。この結果農作物の収穫は減少し、 住民はパプアニューギニア及び、ブーゲンビル政府に支援を主張せざるを得なくなった。2001年、定期的に島を訪れる、輸送船が6ヶ月間の修理に拘束され、これは珍しいことではなかったものの干渉は大規模な、上と欠望に直面した。2006年初め、島はサイクロンによる被害を受け、すでに危険にさらされた状況を悪化させた。2008年12月、 三日を超える高潮による洪水が続き、家や台所が浸水、いくつかの境界が破壊され、人々を恐怖させた。補給船は、その後数週間訪れることができず、干渉の生活基盤の脆弱性を浮き立たせている。地域社会の一部は、現在もブーゲンウィル本土に、高級的な最低重地を探しているとされる。ありがとうございます。